けまして、おめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。大阪線の車窓から失礼します。どうもプラレール好きです。今年はもっと動画あげたいと思っております。てっちゃんです。今年はもっと出番欲しいと思ってます。Bくんでーす。なんか去年と変わらない始まり方ですが、今回も今年の目標から発表させていただきます。ではてっちゃんよろしく。おっほん、去年はもうほとんど動画投稿できず、まともに出せたのは対決企画第5弾ぐらいですかね。謝罪は去年で済んでいますので、新年にはそういうことは持ち込まないということで、そんなことはどうでもよくて、今年の目標は、去年と引き続き、チャンネル登録者数500人を目指したいと思います。あと今年の予定をプラレール好きから発表させていただきます。プラレール好き頼んだぞ。うおっほん、去年から3人はかなり忙しく、今年も3月まで3人が揃えないので、今回の動画をもって、3月まで島風チャンネルは休止したいと思います。今まで休止してたみたいなもんじゃね？いやそれ言われちゃおしまいよ。ということで3月からは動画投稿再開するのでご安心を。長らくお待たせしました。8月に行ってきたのにもう4ヶ月以上経ってしまった。伊勢志摩の旅第1話をお楽しみください。いやーまたここに来てしまいましたねー。どうもプラレール好きです。今回はここ大阪難波からこの伊勢志摩方面へ行きます。本当はてっちゃんも来るはずでしたが、予定が合わなくなって来れなくなりました。悲しいですね。おい、そんな悲しむなよ。あれ、今てっちゃんの声が。よいしょっと。よープラレール好き。おーてっちゃん、うるせえわ。いやそこはうっせえわやろう。しょうもな。ということでツッコミ役がいないと思んないということで、今回オンラインでツッコませていただきます。どうぞよろしくお願いします。もうすぐ火の鳥が来ますね。今回は伊勢志摩に行くので乗りません。火の鳥乗りたいですねー。鶴橋過ぎたら終わりだぞ。なんたって鶴橋の次は津だからな。これぞ近鉄の恐ろしい三重県連行術。そんなわけあるかい。アーバンライナーが来ましたね。鉄オタにとってはこの方向幕はどんな行き先があるんだろうとか、どういう順番で並んでるんだろうとか見て楽しんでます。最近は LED が多くてこの楽しみが減っているのが悲しいですね。追い返そう出ただろ。たまに一回通り過ぎてからその先の同じので止まることありますよね。いや鉄オタにしかわからん。もうすぐあの特急が到着します。なあ、本当にあの奥から電車来んのか。え、だってまだ奥の引き込み線に入っていくとこ見てないで。まさかー、そんなわけぶわー。あー1700。え、なんで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 。駅で調べろよ。大阪難波駅のウィキで駅構造の欄を見ると、一部の当駅発特急列車は近鉄日本橋寄りの渡り線を使用して直接1、2番線に入線する。かっこ、折り返す前が回送列車の場合のみ。って書いてありましたー。前の日の鳥は奥から来たのにな。カメラワークも後ろから来るとは思ってなくて、ちょっと悪くなってしまいました。調べないお前が悪い。今回は、黄色の伊勢志摩ライナーですね。
それでは乗車。今回はここの座席に座ります。一番前と一番後ろには展望デッキがあります。この広いパノラマからいい景色が見られます。なお今は地下なので景色は楽しめません。それではここで高安までいようと思います。なんで高安までいるかって、なぜ高安までかは高安を通過した時にわかります。向こうから何かやってきましたね。ビスタカーだ。以前の缶バッジの2日目に乗りましたね。まだ近鉄缶バッジラリー2日目をまだ見ていない人はぜひ見てください。わかりやすい宣伝を通過。列車は1つ目の通過駅、日本橋を通過。快速急行も止まる駅なのに、特急はそんなの関係なしに通過していきます。この路線図を見れば、日本橋の羽振り具合がよーくわかります。停車駅が近づくと、このように扉が開く方のライトが点滅して教えてくれます。この上にはこの上ない町がある、上本町です。うるさいな。これ、上本町駅のホームに本当に書いてありますよ。ほんまや。この駅は地下と地上にホームが分かれており、今いる地下は2面2線という多くの列車が発着するには小さいですが、地上は7面6線という関西屈指の巨大ターミナルとなっています。なぜこのような格差ができてしまったかというと、ホームの作られた時期が全く違うからです。地下ホームは1970年の万博開催に向けて建設された難波線と一緒に開業しましたが、地上ホームは現在の奈良線、近鉄の大本、大阪電気軌道が上、本町から奈良を開業させた1914年、大正3年からあります。単純計算で56年もの差があります。まあ駅舎とか建て替えてるのでそれを考慮したら短くなりますが、初開業した年の差ということで、地上と地下の歴史の差がお分かりになったかと思います。地上は現在も大阪側のターミナルで、こんなに大きくなってしまうのは自然ですよね。では昔からターミナルで特急も多く発着しているであろうに、なぜ今、地上ホームを発着する特急が少なくなったかというと、単純に大阪難波が便利すぎたからですね。上本町だと地下鉄谷町線と千日前線の2つがあります。しかし難波は地下鉄御堂筋線、千日前線、四ツ橋線に、阪神難波線、南海野線、北線、JR 線など多くの路線があります。これだけ1回の乗り換えだけで、いろんなとこに行けるのですから、そりゃ特急も多くが難波発になりますよね。他にもコロナのダイヤ改正など理由がありますが、上本町から使う人が少なくなったからと認識していただければと思います。列車は鶴橋を出発し、渡り線を渡って、ここからは大阪線になります。鶴橋から富士間は福福線になっていて、区間は短いですが、たまに奈良線の列車と並走します。ちなみに富士駅は珍しい、2層式の高架駅となっていて、上が奈良線、下が大阪線で、どちらにも通過線と対比線があります。この奈良線の線路が上がっていくのに、大阪線の線路は下がっていく感じ、なんかいいですよねー。いや、鉄オタの俺でもようわからん。
アベノハルカス見える。さすが日本一のビルやな。デッキにはゴミ箱があるので、ゴミを捨てたくなっても大丈夫です。お、あれは、22000系 ACE ですね。そういえば22000系 ACE と22600系 ACE の違いって何かわかりますか？それは、なんとなくです。なんとなくかい。まあスズメバチっぽい方が ACE ということで。もうすぐ出たかやすか。どんな車両見れるかな？は？なんかあそこのモニターから変な音が鳴って変な画面映ってたけど。なぜここで、そしてなぜこの音なのか気になる。気になりすぎて夜しか寝られん。やちゃんと寝てるやんけ。いよいよ高安車庫ですね。どんなん見れるか楽しみやなぁ。なぁ。さてまずは、12400系、サニーカー。その次は22000系、ACE。間飛びまして、またサニーカー。で、お邪魔すんなぁ。おぉ、俺らの楽しみだぁ。ああよかった。危うく俺らの楽しみが奪われるところだった。で、15400系かぎろい。その後ろに15200系、青プラス。そして80000系火の鳥。からのサニーカー。最後に青プラス。しかしコントの最後は、これだー。また火の鳥。火だらけー。いやタイミング良かったし。やっとまともに座れましたね。いやー、ずっとパイプの背もたれはきついですね。いよいよゆっくりできるかと思いきや、まだこの伊勢志摩ライナーの車内探検をしてないので、また座れないという、忙しいですねー。そういえばプラレール好きって、伊勢志摩ライナーのこと、どれくらい知ってんの？そりゃあまあ、伊勢志摩に行くライナーだよね。わかってねえじゃねえか。あらー、できない。また私のこと。知らない人が乗ってきたみたいね。誰だ？私よ。いや誰？もうなんなのよ、せっかくの BGM が台無しじゃない。いやいや、でかすぎて見えないんだよ。あら、私の存在が巨大すぎて見えなかったのね。ごめんなさい。怒らないで。今小さくなるから。ほいさっさ。これでよし。伊勢志摩ライナーが喋ってる。これから、かしこ島に着くまでよろしくねー。なんか面倒くさそうな奴が増えましたが、気にせずにまずは座席から紹介しましょうか。今
かい座った座席のレギュラーシートは、このような爽やかな青色をしており、伊勢志摩の海を感じさせます。一つ上のデラックスシートは、このようなおしゃれな白色をしており、伊勢志摩の真珠のように綺麗ですね。しまかぜチャンネルの3人で乗ったことがあるサロンシートとツインシートは、このような暖かい、どこか安心するような赤色をしております。今回はなぜレギュラーカーに乗車したかというと、節約のためです。節約かい。まあ他にも理由はありますが、一人旅なんて、そこまでお金をかけなくていいか、ということで。しかし、レギュラーシートの中でも、デラックスシートと同等の設備を持った座席があるのです。それは、今私が座っている、車両の一番前の座席です。この座席には、フットレストがあり、コンセントも普通なら、2席で1つしかないのに、1席に1つずつあります。まあ、一人で乗ってたら片方しか使えませんが。あとすべての座席にはここに、インアームテーブルがあります。しかし一番前にはそれプラス、小さいですが、コンセントと一緒に、ちょっとしたテーブルがあります。リクライニングは、ここのボタンを押すと倒すことができます。フットレストがちょうどいいところにあって、快適です。それでは次に、車内について解説します。まず1号車はさっきまでいました、展望デッキがあります。ちなみに、今では必須のフリー Wi-Fi もあります。2号車にはトイレや、バリアフリー対応の設備があり、トイレは男性用と多目的トイレ。ここのボタンで扉が自動で閉まり、ここのボタンを押すと水が流れます。ポチッとな。毎度のようにおしぼり回収、洗面所はこのようになっております。山奥まで来ましたね。デッキに一番近い座席は車椅子対応となっています。自動販売機もあり、その反対側には鏡もあります。扉を抜けると近鉄特急ならみんなある喫煙室があります。喫煙室のガラスには UV カットの緑がかったガラスが使用されています。個人的にこのシーサイドカフェ、営業されてないのが非常に残念です。まあ儲からないと意味ないですしね。2個目はノンノン。ここに書いてあるからね。これにて車内探検終了。いやー、6両分歩いたからもう疲れたなー。いやまだやで、帰るまでが探検やで。小学校の遠足の下りかい。運転台はこのようになっています。一昔前のって感じがしますね。今、だいたい 100km ぐらいの速度で走っています。やっぱり特急に乗っていると、この疾走感がたまりませんね。なので水族館特集ですね。やっと座れたー。ちょっと休もう。ちょっと、
てしまライナーの解説、始まるよー。まずは私の年齢から、私いくつだと思う？なんとなくで20歳。うん。じゃあ、てっちゃんは？スペイン村の開園に向けて作られたから、その1年前と仮定して、29歳。うん。さて、この中に正解はあるのかな？正解はー、ドキドキ、ワクワク。29歳、てっちゃん、正解。まあね。くそー。大丈夫、まだ次があるから。今てっちゃんが考察で言ってたけど、私は島スペイン村の開園に向けて作られたの。私を伊勢島のリゾート地としてのシンボルになることを目指したの。1994年には国際デザインコンペティションであるブルネル賞の奨励賞を受賞したのよ。ちなみに私の色は伊勢島の太陽や日差しをイメージしたサンシャインイエローとコスメオレンジで、ロゴマークは伊勢島の太陽をイメージしたものになっているわ。それでは次の問題。近鉄の特急は列車によって停車駅が違うんだけど、停車駅が少ない方は何特急？停車駅が多い方は何特急？停車駅が少ない方が早いから速達特急、停車駅が多い方が遅いから鈍行特急かなぁ。知らんけど。プラレール好き、そんなのも知らんねやー。早い方は、高特急。遅い方は、オツ特急やろー。さて、この中に正解はあるのかなー？正解はー、ドキドキ、ワクワク。高特急とオツ特急でしたー。またてっちゃん、正解。まあね。くそー。大丈夫。次がまた、でもなかったわ。ごめんなさい。そんなー。それじゃあ近鉄の高特急とオツ特急について解説していくわよ。高特急とオツ特急の違いは停車駅が異なるんだけど、例をもとに説明していくわよ。今私たちが乗っている特急は大阪から伊勢を結んでいるから範囲特急というんだけど、高特急の私伊勢島ライナーは古橋を出たら次は伊勢市で宇治山田、鳥羽、島磯部、宇賀田、賢島と停車するの。オツ特急の汎用特急は、鶴橋を出たら、次は大和高田、大和八木、灰原、名張、伊賀神戸、榊原温泉口、伊勢中川、松阪、伊勢市、宇治山田、伊豆津川、鳥羽、島磯部、宇賀田、賢島、と停車駅がこんなにも違うのよ。あと上本町発宇治山田駅は、これプラス、伏せと騎乗が丘が増えるわ。ちなみに、高特急と、オツ特急で当たり前かもだけど、使われる特急が違って、高特急の範囲特急は、島風や、伊勢島ライナー。名阪特急なら、日の鳥とかね。でも島風は、伊勢島ライナーと若干停車駅が違って、伊勢島ライナーは通過する、大和八木に停車し、島磯では通過するわ。オツ特急は、ACE やビスタカー、サニーカーにアーバンライナーなどがあるわ。へぇ、近鉄ってこんなに特急の種類あったにゃー。他にも近鉄は団体用特急も豊富で、青空通や、鍵ロイ、楽に、集いなど、新しいものから古いものや、汎用的なものから臨時的なものまで、多種多様な特急車両を所有しているのよ。これぞ、日本一特急の多い鉄道会社ね。今まで、青空通と、鍵ロイと、集いは見たことあるけど、楽はまだリニューアルしてから見てないから、見てみたいなぁ。これにて、伊勢島ライナーによる伊勢島ライナーの解説終わるわ。私の解説、どうだったかな。伊勢島ライナーのこと、前より詳しくなれた気がするな。なんか途中から、近鉄特急全体の解説になってたけどな。まあそこは気にしないでね。そういえば今どこまで来たのかな。多分、もうすぐ青山町を通過するくらいだと思うわ。青山町？やったー、シャコだ、車両見られるー。相変わらず、車庫通過する前いつもはしゃぐよな。迷惑やからやめとけ。って聞いてないし。おー、シャコだー、何がいるかなー。あれ？何もいない。からー。残念、全部で払ってるみたいだな。そんなー。
そういえば、青山町を過ぎたってことは、もうすぐ青山トンネルってことやんな。そうねー。ほら、ちょうど見えてきたわよ。お、これが大手私鉄最長の、新青山トンネルかー。やっぱり長いから、トンネルの先が全く見えない。この新青山トンネルは、1975年に完成したのだけれど、これは本来の予定を前倒しして完成させたのよ。なぜなら、絶対に忘れてはならない、あの事故があったからなのよ。あの事故？近鉄大阪線列車衝突事故。通称、青山トンネル事故だよ。青山トンネル事故？これは、今ちょうど走ってる、新青山トンネル周辺の航空写真ね。水色の線が現在の大阪線。全線複線で、ほぼ直線。そしてこれが旧線の大阪線。今と違ってこの区間は単線で、トンネルや勾配を避けるためにぐにゃぐにゃ曲がってるわね。へぇ、昔ってこんな曲がりくねった線路走ってたんだ。まあ作られたのは昭和初期で、まだ長いトンネルを掘る技術が発達してなかったから、できるだけトンネルを短くするためにこんな感じになってるんだよな。当時の近鉄は、この区間がボトルネックで、列車の高速化や列車本数の増加のために、早期の新線が望まれていたの。そんな話がされていた頃、あの事故が起きてしまった。この事故の原因は、ATS、自動列車停止装置の故障により、33ミリの急勾配で停車。運転士は ATS を解除したのだけれど、ブレーキが解除されず、やむを得ず車輪に手歯止めを挟み、ブレーキを解除したの。そこに東青山駅から駆けつけた助役が運転士とのやり取りの後に手歯止めを外してしまったの。運転士はブレーキを再び供給させる操作を怠ったまま、ブレーキを解除してしまったことにより、列車は下り勾配で加速し、暴走を始めてしまったの。ブレーキが効かないからみるみる加速し、推定時速 120km 以上になったの。急カーブで横転し、直後に対向列車が来て非常ブレーキをかけるも間に合わず、正面衝突と横転が同時に起きてしまったの。死者25名、重軽傷者288名を出す大惨事となったの。後事故現場が山の中のトンネルだったことにより、負傷者を運ぶのに時間がかかり、途中で絶命してしまう負傷者もいたの。私は当時はまだいなかったけれど、この事故は教訓として語り継がれているのよ。今の便利で安全な鉄道は、こういった事故があったからなのよ。だからもし新青山トンネルを通るときに、こんな大事故があったからこそ安全な鉄道があるんだなと思い出してみてね。お、出口が見えてきた。やっぱり長かったなぁ。でもまたトンネルに入るんかい。ちょっと飛ばして中川デルタまでやってきました。鉄オタの中ではとても有名ですが、このデルタ線は大阪線と名古屋線とこの2つの路線を結ぶ短絡線でできていて、上から見ると綺麗な三角形に見えるんですね。名阪特急の火の鳥などは伊勢中川でスイッチバックすることなく、この短絡線を通って名古屋へ行きます。伊勢中川の名物といえば、あのスーツさんの看板ですが、取り忘れてたのでまた帰りに取ろうと思います。さて、もうすぐ伊勢中川ですね。私はいつもオツ特急に乗ることが多く、伊勢中川は通過しないんですが、今回は高特急なので伊勢中川を通過することが新鮮に感じます。
両側をホームに挟まれているところをゆっくり通過していくの、なんかいいですよねー。いや、鉄オタの俺でもようわからん。俺は伊勢中川に来ると、赤服の植民地に来たなーって感じがするんだよなー。いや、鉄オタの俺でもようわからん。プラレール好きはいよいよ、三重県に突入。さてプラレール好きたちは、これから何が起こるのでしょう？次回をお楽しみに。レアな車両とすれ違いながらどんどん南下していき、宇治山田、蕎麦を通っていよいよ賢島に到着。しかしなぜか暗雲が立ち込めている。次回、年間の賢島に再来。